どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さて今回は毎週末メンバー限定で行っているリモートデュエルの様子を動画にしてきました。コロナ禍でなかなか厳しい状況が続いていますが、リモートデュエルであれば気軽に遊べるので、まだ試したことがない方はぜひ試してみてください。リモートデュエルにつき画質が荒かったりカードが見づらいことがあるかと思いますが、ご容赦いただければ幸いです。リンクスと違って自動処理してくれませんので、効果ミス、ルールミスと発生してしまうかもしれませんが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。今回の対戦のテーマは遊戯王アーク5です。お互いが使用するデッキは右側の龍が腹パンでおなじみ黒崎とリュウトが手を組み作り上げた最強のレイドラプターズリベリオンデッキ、左側のメンバーが使用するデッキは融合じゃねえユーゴだでおなじみのユーゴさんが使用するスピードロイドを中心としたスピードロイドデッキです。それではデュエルスタンバイ。うわ最悪だ。いいよ先行どうぞ。あ、じゃあ世界終わらせますね。終了の時やばいなあいつ。バンバイメインフェイズいいよ。スピードロイドスクラッチ発動。いいだろう。手札よりスピードロイド複合同時を持ち見送り。いいだろう。デッキからスピードロイドモンスターを手札に加える。いいだろう。融合じゃねえって。融合じゃねえ融合だってね。スピードロイドベイグマックスを手札に加える。アークファイブ対決だ。ただお前のキートにちゃんとレイドラプターズが並ぶかどうかわからないけど。ベイグマックスの特殊召喚。効果発動。竹とん防具を手札に加えて、そのまま特殊召喚して効果発動。赤目特殊召喚効果発動。対象ベイゴマックス。ベイゴマックスのレベルを2に変更する。よろしい。これはこの2体のモンスターでシンクロ召喚。シンクロレベル3。ハイスピードロイドコルク銃をシンクロ召喚。今特殊召喚4回目ですね。今特殊召喚4回目です。謎のコルク銃効果発動。素材の2体を特殊召喚する。これ5回目ですねこれ。5回目だ、どうでしょうか。よし。ダイス効果発動。対象ベイゴマックス、レベルを6に変更。あ、いいですよ。お、シンクロレベル7。ダイスとベイゴマックスでシンクロ召喚。いいですよ。シンクロレベル7。ハイスピードロイド、ウィンドペガス、ザットイグニスターをシンクロ召喚。お、ニビル大丈夫か？そんなカードを持ってたらもう投げてるわ。確かに。コルクデューとハイスピードロイド、ウィンドペガサスでシンクロ召喚。あ、いいだろう。シンクロレベル10。ハイスピードロイド、フルールのパロデスをシンクロ召喚。スピードロイドルーレットを発動。手札よりスノーベルを切ることによって、サイコロを振るんだけど、3ですね。3では、レベルの合計が3になるように、スピードロイドを2体までできるから特殊召喚。リーダーマシーンと赤面ダイスを特殊召喚。リーダーマシーンと赤面ダイス、2体のモンスターでリンク召喚。召喚条件は家族性モンスター2体、ハイスピードロイド GOM が見えねえ。全然見えねえ。じゃあここに出してやるよ。GOM ガンの効果発動。じゃあスターダストチャージウォーリアーを除外しようかな。カールターボと電電太鼓、再6倍に手に入れたカールターボだね。まあ好きな方、どっちかランダムに選んでもらって、選ばれた方ハンドイン、選ばれなかった方墓地をくれ。さあ上か下か選べ。上だ。上のカードを手札に加え、下のカード電電太鼓を墓地に送れ。手札のカールターボの効果発動。自分以外に風がいるのでこいつを特殊召喚。そして GOM ガンとカールターボ2体のモンスターでリンク召喚。召喚条件は機械属モンスター2体以上。現れよリンクさん、現状機アウローラドン効果発動。めっちゃ白い、めっちゃ光ってる。10台みたいな。さあウローラドンだ。僕を3体特殊召喚。アウローラドン効果。自身とトークンをリリースすることによってデッキより幻獣機モンスターを特殊召喚。いいだろう。幻獣機オライオンを特殊召喚。オライオンとトークンでシンクロ召喚だ。マッハゴーイーターをシンクロ召喚。そしてオライオンの効果でトークンを生成。俺は手札より魔法カード死者蘇生を発動。うぜえ。対象は墓地の雲道寺。このカードを特殊召喚するぜ。そして複合同時の効果発動。自身以外の家族性モンスターの分、デッキトップからカードをめくって、その中から1枚好きなカードを手札に加えることができる。自身以外は4枚よって4枚めくることができる。カールターボ、ビーダマシーン、電電太鼓、スピードロイドルーレット。あーなるほど。ビーダマシーンを手札に加えておく。いいだろ。そして残りのカードはデッキボトムに戻る。いいだろ。雲同時とトークンの2体でシンクロ召喚。クリアウィング、ファストドラゴンをシンクロ召喚。でんでん太鼓の効果発動。対象はクックモドージ。このカードを再び特殊召喚。でんでん太鼓は除外される。そしてクリアビングファストドラゴンとピドロイドクックモドージ2体でシンクロ召喚。シンクロレベル11、クリアウィングライダー。クリアウィングライダーの一応効果を発動します。もう一回ダイスロールしてもらってもよろしいでしょうか。いいだろう。左側の6なんで、家族性を6枚までデッキに戻します。はい、ゴムガンとコルク銃とオライオンとアウロガトとかけとん防具と、まあ、赤目のダイスもう一回遊ぶの6枚をこれでもう一度アウローラトンを使うことができるぜ。今回はこんくらいで勘弁してやろうかな。ターンエンド。オーケー、俺のターン。ドロー。スタンバイフェーズ、メインフェーズまで。俺は手札あり、レイドラットトリビュートオレニアスを召喚。そしてこのモンスターが召喚、特殊召喚に成功したターン。効果発動。はい、デッキからレイドラプターズモンスター1体を墓地に送ることができる。チェーンしてクリアビングライダーの効果を発動。エクストラデッキよりレベル7の家族性シンクロを2体特殊召喚することができる。あ、なるほどな。現れよ、クリアビングシンクロドラゴン、クリアビングファストドラゴン。レイドラプターズモンスター1体を墓地に送ることができるため、これによってミミクリーレニアスを墓地に送るぜ。はい、いいよ。そして墓地に送られたミミクリーレニアスの効果発動。はい、このカードをゲームから除外し、レイドラプターズモンスター1体を手札に加えることができる。何かありました。よし、なんかこうしてくれてる、ありがてえ。ペインレニアスを手札に加える。ペインレニアスのモンスター効果発動。フィールド上にのモンスタートリビュートレニアスを対象に取り、そのモンスターの攻守のどっちか低い方のダメージを受けて、このモンスターを特殊召喚し同じレベルになるっていう効果。いいよ。よし、400ポイントのダメージを受けるぜ。はい。ペインレニアスを特殊召喚でレベルが4になった。レベルが4になった後考えましょう。はい、どうぞ。まあいいや、どうぞ。あ、いいんですか。なるほど。とりあえず通るは通る。延命措置が入った。通るは通る。で、ここで2体でリンク召喚。リンク召喚。2体のモンスターでリンク召喚。現れよ。いいよ。レイドラプターズワイズストリックス。ワイズストリックスのモンスター効果発動。無理。最初はワイズストリックス効果を無効にして攻撃力をゼロにする。あ、でも破壊はしないんだ。一応破壊はしない。破壊はしない。君はそこにいいよ。なるほど。優しい。手札から死者蘇生発動。対象はトリビュートレニアス。何かありますか。トリビュートどうぞ。トリビュートレニアスを特殊召喚。スワローズベスト発動。スワローズベスト。トリビュートレニアスをリリースし、俺はデッキから同じレベルの超重速モンスター1体を特殊召喚するぞ。許可よし。万神から許可よし。ここで俺は特殊召喚するのはレイドラプターズバニシングレニアス。はい、そしてバニシングレニアスのモンスター効果発動。このカードが召喚特殊召喚成功したのメインフェーズ G。手札からレイドラプターズモンスター1体を特殊召喚。許可いいだろう。そして神聖性なの笑うな。モンスターみたいでこれこうだな。よし、そして2体のモンスターでこいつが特殊召喚されたとき、あ、特殊召喚、はい、特殊召喚されたとき、どうぞ、はい、どうぞ。特殊召喚されたとき、いや、このモンスターの効果をご存知ないのかな。マッハゴイータの効果発動。なんだこのカード、相手ターンの効果発動できるんだけど、このカードをリリースし、フィールド上のすべてのモンスターのレベルを一つ上げることができる。うぜえ。レベル5だ。アニメで使ってた気がする。あ、でもね、あのデッキ多分ね、レベル5いるんだな。確かに。レベル5いるよね、こう。ちょっと考えます。モンストリックスは出されないで。これで55になったところね、ここが。ちなみにね、5のモンスターはですね、3体いるんですよね。あれ、普通に出そうと。そうですよね。3体いるんですよね。で、ここ2体だな。ここ2体で、闇属性モンスター2体でリンク召喚。いいよ。ファントムナイツ。ラスティ・ダルビッシュの効果発動。チェーンフルールドパロデスの効果発動。はい、無効して破壊する。はい、なるほどですね。バニシングレイヤーさ、これ一旦にそうですか。お、一旦にそうじゃねえ。まだ展開してくるのか。いけ、スワローズベスト発動。やばい、まだ展開してくるのか。バニシングレイヤーさをリリースし、俺は手札からバニシングレイヤー、デッキからバニシングレイヤーさを特殊召喚。なんだと。そしてバニシングレニアスの効果発動。召喚特殊召喚に成功したターンのメインフェーズ G。手札からレイドラプターズネクロバルチャーを特殊召喚。やばい。いや、やばい。マジか、ここから動いてくるのか。そして2体のモンスターで、ここオーバーレイ選手がいるのか。ここ2体のモンスターでオーバーレイ闇属性モンスター2体。現れよレイダースナイト。そしてレイダースナイトのモンスター効果発動。オーバーレイユニット1つ使い、このモンスターの上にランクが1つ高いレイドラプターズまたはファントムアイツまたはエクシーズドラゴンモンスター一体を特殊召喚。そんな効果エモい。やばいやばい。現れよアークリベリオンエクシーズドラゴン。いやーもうやばい。アークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイグミット1つ使い全てのモンスターの攻撃力をこのモンスターが吸収する。トリーズアルティメットディスチャージ。合計は8000。お前の全てのモンスターの攻撃力をこのモンスターに吸収する。やばい。バトルベイスアークリベリオンエクシーズドラゴンでお前のクルルルとバロネスを攻撃。これの打点はいくつだ。もともとの攻撃は3000。うわー反逆のアルティメットディスオベイ。待ってた対戦ありがとうございました。おかしいだろやっぱ脳筋だな。めっちゃエモいカードですね。やばいでしょ。